皆さん写真ライフ楽しんでますか？カメラのこのバッテリーなんですけども、このねバッテリー充電ってどうやってますか？例えばこのカメラのこの端子にですね直接挿して充電する方法ですね、 USB-C 端子だったり、まあねいろんな端子あってそこにね挿して充電するタイプと、もしくはですねこういったバッテリーチャージャーにこういったねバッテリーを取り出してこういう風に、ね、挿して、まあ、コンセントに挿して充電するタイプとあるかと思います。でその中で私はですねこのバッテリーチャージャーも、まあ、純正のものすごくいいんですけども、あの純正ではないですねメーカーとして、まあ、こちらのですねエルラノというですねメーカーのバッテリーチャージャーを使っている部分もあります。でこれね以前ですねちょっと動画でご紹介をした部分にはなるんですけども、例えばねこれあのソニーの、まあ、このねソニーのカメラの FW50 というですねバッテリーのチャージャーになってますので、ここにねバッテリーが入ってます。今1個ね、でもう1個ね今現在ですね動画を撮ってるバッテリーとして、まあ、2個もう1個ね予備であるんですけども、こういったねいっぱいバッテリーを持ってる方っていうのはこういった1個しか充電できないもののタイプより、こういった複数ね充電できるものの方が使い勝手が良かったりもしますので、実はですねこのエルラノのバッテリーチャージャーがソニーだけではなくて実は他のメーカーもですね出てきているっていうところで、今回そこの部分をですねご紹介をしていきたいと思ってます。よかったら参考にしてみていただけたらと思っております。このチャンネルではですね写真や動画カメラに関するいろんなお話ししてますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、というわけですね、まあ、今回はこのねバッテリーチャージャーをちょっとねご紹介をしていきたいと思ってるんですけども、純正のねバッテリーチャージャー確かにいいんですけども、1個しかね充電できなかったりとか、こうねコンセントに挿さなきゃいけないタイプだったりとか、まあ、ちょっとねめんどくさい部分があったりもするので、こういったねちょっとねサードパーティーというか、まあ、他のメーカーが出してるこういったですねバッテリーチャージャーがすごく使いやすかったりもするので、その辺ですねちょっとね触れていきながら、実はこのまあ私が以前ですねこのソニーのこれが FW50 でこっちが FZ50 のこのねエルラノのバッテリーチャージャーを以前ねご紹介したんですけども、実はこのですねバッテリーチャージャーが、まあ、ソニーのねこの FW50 か FZ100 のですねバッテリーチャージャーしかなかったんですけども、実はこれね最近、まあ、このバッテリーチャージャーがニコンのこのねバッテリーに対応したもの ENEL15 にですね対応したもの、 ENEL15C にもですね実は対応してるバッテリーチャージャーが新たにですね発売されてますし、あの、まあ、キャノンの、ね、バッテリーにも対応したチャージャーっていうのがですね同じ種類のもので販売されてますので、あとは富士フイルムのバッテリーのチャージャーとかもですね、あのいろんな、ね、メーカーの部分で発売されてるので、その分でですね私もですねこのソニーの分しか知らなくて、新しくそういったニコンとかキャノンとか富士フイルムの、まあ、バッテリーチャージャーが、まあ、これのね対応した部分が発売されてるっていうところで、ちょっとね追加でニコンのねあのバッテリーチャージャー分を購入しようかなっていうふうに思って、今回ですね、あこういったニコンの部分も新しく出たんだってところで皆さんにですね共有として、まあ、お話ししていこうかなっていうふうに思っております。で例えばソニーで言うと、まあ、こういったねバッテリーチャージャー、これ FZ100 のですねバッテリーチャージャーがあって、まあ、ここでですね今どれくらいの容量が入ってるかってモニターでですね確認することもできます。で以前ですねこのバッテリーチャージャーご紹介したことあると思うんですけども、これもねすごく良くて、上からですねこう挿してバッテリーをですねチャージできるんですよ。まあ、これもねすごく使いやすくて、ここにねどれくらいですね、まあ、バッテリーを充電してるかっていうのが数値として出てたんですけども、これもねすごく使いやすくて良かったです。なので家で充電するときはこれねすごく重宝してるんですけども、ただですねこっちだとこのままね充電して、このまま充電して、ここがね USB Type-C になってるので、しかも PD 対応なんですよ。急速充電対応なので、すごくねこう2つのですねバッテリーでも早く充電することができますし、このままですねコードを抜いてですねバッグの中にそのままねこれケースとして、バッテリーケースとして使ってバッグの中に入れてそのまま持っていくこともできます。で例えばここにですね
SD カードのですね収納スロットがですねあるんですよ。でここにですね SD カードを例えば予備として1個入れておけばですね、もし忘れていった時、もしくはですね容量がいっぱいになってですね、あこの SD カードの容量ちょっと足りなかったなって時にですね、これで追加することもできます。はい、もしくはですね、まあ、使った SD カードがいっぱいになった時にここにですね入れておくとかですね、まあ、そういったいろんな使い方ができるので、これがねあるとすごく便利なので私はですね重宝してますね。特にこのねソニーの場合ですね、めちゃくちゃこのねバッテリーの消耗がですね結構早いんですよ。動画とか撮るとですね早いので、こういったねバッテリーをすぐねチャージできる、車の中でもですね簡単に充電することできますし、モバイルバッテリーとかでもですね充電することが簡単にできるので、その辺ですごく重宝してます。なので車で移動中でですね、ここね USB-C 挿して充電したりとかねすること多いんですよ。こういうタイプだとちょっとね車の中で充電するのが難しいので、こういったね手軽にできる、そして2個充電できる、そしてケースとしても使えるっていうところで重宝してるので、まあ、よかったら皆さんもですねそれぞれの、まあ、カメラで、まあ、こういったね充電器発売されてるので、よかったら使ってみていただけたらなっていうふうに思ってます。で値段もですね結構安いんですよ。このねあのニコンのこのタイプっていうのは結構安いんですけども、3500円とか4000円しないぐらいで購入できますし、まあ、でもこのタイプだと8000円とか9000円ぐらいだったかな、それくらいしますし、純正品とか1万円近くしますので、 USB のですねタイプの純正のですね充電器なんかは1万円近くするので、それ考えるとこれってですね、まあ、6000円ぐらいなんですよね。まあ、割引 10% ぐらいつくので5000ちょっとぐらいですね購入できるので、まあ、他のですねニコンとかキャノンとか富士フイルムのタイプも同じぐらいの価格なので、まあ、そんなにですね高くなくですね、まあ、こうバッテリーを2つ充電できるケースとしても使えるっていうところで、かなりですねおすすめできるものになってるんじゃないかなっていうふうに思っております。でもちろん、まあこれね純正品ではないので、もちろんですね使用に関してはですね個人の責任で使う必要があるかと思うんですけども、ただですね、まあ、私が、まあ、使ってで1年ぐらい経つのかな、使って何の問題もなく使えてます。で例えばこのバッテリーの互換品っていうのは私はあんまりおすすめをしていなくて、粗悪品とかですねあったりするので、それをですね、まあちゃんとね使えるやつとかもあるんですけども、粗悪品とねこう混ざってあるので、どれを選んだらいいかわからないっていうところがやっぱり純正品をおすすめするポイントだと思うんですよ。でこういうのって直接ねカメラに挿して使うので、まあ、やっぱり純正品の方が何かあった時に、まあカメラがね壊れた時なんかの原因とかがわかりやすかったりするんですけども、これがね純正品じゃないサードパーティー製のバッテリーだったらですね、まあ、これが原因なのかどれが原因なのか、純正品じゃなかった場合ですね、まあ、保証が使えなかったりもするので、やっぱりその辺は純正品を使っていただいた方がいいと思うんですけども、まあ、こういったバッテリーチャージャーって、まあ、バッテリーのもしかしたら寿命を縮める可能性はあると思うんですけども、直接カメラに使うわけではなく、バッテリーが直接ねカメラとつなぐので、こっちのですねバッテリー自体の寿命とかにはもしかしたら関係ある可能性はあるかもしれないんですけども、まあ、カメラ自体にはですね純正バッテリーを使ってるので多分問題ないんじゃないかなってところで、まあ、私はまあ自己責任では使ってるんですけども、そんなところで私は今のところこのバッテリーチャージャーを使って、まあ、特に問題もなく使えてるかなっていうふうに思ってますので、まあ、使いやすさっていうところを重視して使ってますので、よかったらですね、まあ、皆さんも検討してみていただけたらと思っております。でこれもですねニコンの、まあ、バッテリーチャージャーを追加でね購入しようと思ってますので、今ねソニーの FW50 と FZ100 のものを持ってるんですけども、まあ、合わせてニコンのね ENEL15 のねタイプのですね、まあ、バッテリーがチャージできるやつをですね追加で購入しようと思ってますので、まあ、下のですね概要欄の方にリンク貼ってますので、もしねこれ欲しいなと思ってる方は見に行っていただけたらと思っております。はい、という感じで今回ですね私がまあよく使ってるこのバッテリーチャージャーが新しくね、まあ、いろんなメーカー、まあ、ニコンとかキャノンとか富士フイルムで、まあ、新しくチャージできるですねバッテリーチャージャーっていうのが出てきてますので、まあ、その辺でちょっとね追加購入しようと思って皆さんにですね、まあ、共有しようかなってところで今回動画をですね、まあ、配信してますので、よかったら参考にしてみていただけたらと思っております。まあ、もちろんですねこう純正品じゃないものに抵抗ある方もいらっしゃるかと思いますし、まあ、純正品じゃなくてもいいよって思ってる方いらっしゃるかと思いますので、まあ、その辺はまあ自分の考えでですね、まあ、選んでいただければそれでいいのかなっていうふうに思いますし、まあ、絶対に使わなきゃいけない、絶対に使っちゃいけないっていうことはないので、自分がですね、あ
こういったバッテリーチャージャーすごく使いやすそうだなってところで、まあいろいろね、まあ、考えて使ってみていただけたらと思っております。はい、というわけでですね、今回の動画はここまでになっておりますけどもね、バッテリーねたくさん持ってるとなかなかね充電にね時間かかっちゃって、1、2個、3個、4個で持ってるとね、こういったですね、まあ、2個とか一気にバッテリーチャージできるものがあるとすごくね便利なので、まあ、1個だけしか持ってないよって方はですね、まあ、こういった純正のバッテリーチャージャーでもいいと思うんですけども、ちょっとね2個3個予備のバッテリー持ってるよって方はですね、まあ、こういったものもちょっとね検討して使ってみていただけたらと思っております。まあ、ケースとしても使えるっていうところがすごくね、まあ、便利なので、どうしてもねこのままバッグの中に入れると端子がね、まあ、むき出しのまま持ち歩くことになるので、そういったところでこういったねケースがあるとそういった部分でも安心かと思うので、あとはねどれくらいの残量がねここねバッテリー残量があるのかっていうのも確認することができるので、あ、じゃあこれバッテリー充電しとかないけないなとかですね、まあ、すぐねこうカメラの中に入ってなくても確認することができるので、その辺でもねすごくおすすめかなっていうふうに思います。ただねたまにねこれちゃんとねここのですねバッテリー残量とこのねバッテリー画面上にね出てくるバッテリー残量と多少ね違う部分も出てきたりとかもですねしますので、まあ、その辺はちょっとねサードパーティー製かなっていうふうに思いますけども、まあその辺あんまり気にせずにですね私の場合使ってるので、まあ 100% 充電できてればそのままですね、まあ、使うことできるので、細かい数字がねちょっと違ったりとかもするんですけども、まあ、別にその辺は問題なく使えたりとかもですねしますので、よかったら参考にしてみていただけたらと思います。このチャンネルではですね写真や動画カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。 I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of